クラマスフォールズはアメリカ合衆国オーレゴン州、クラマス郡に位置する都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査での人口は2万840人である。1867年に町が設立された時には、町中にある滝の本流であるリンク川にちなんでリンクビルと名付けられていたが、1892年に現在の名前に変えられた。 クラマスフォールズとなった地域の最初の住人は、クラマス族やモドック族インディアンだった。クラマス族はこの地を、ユラロナあるいは、イワウナと名付けており、これは、ハエが吹くときにリンク川が、上流に向かって流れる現象を指すものだった。この川にある滝は、ティウィシュケニと呼ばれ、落ちる水が押し寄せるところという意味だった。モドック族インディアンの本拠地は、 現在のクラマスフォールズの南約20マイルにあるが、敵対者であるクラマス族と共にインディアン居留地に押し込められた時に反乱が起き、彼らは近くにあった溶岩流の跡地に隠れた。このことで1872年から1873年にかけて起こったモードック戦争となり、アメリカ気兵隊が当時としては推計50万ドル、2000年価値で800万ドル以上に、 なる費用をかけて鎮圧に当たった。この戦争でインディアン17人と白人83人が殺された。1846年、オレゴントレールを通ってくる移民のためにより安全なルートを確保することを目指して、クラマス地域の下流側を東西に通るアップルゲート、トレールが切り開かれた。1906年に始まったクラマス開拓プロジェクトは湿地の水を排出し、 農業用に水を使えるようにするものだった。主たる英遠運河の建設により、1907年5月22日に最初の水が使用できるようになった。この開墾された土地には、第一次及び第二次世界大戦の退役兵が自分の土地を持つ機会を与えられた。第二次世界大戦中、日系アメリカ人強制収容所であるトゥール古戦時。 移住センターが近くのカリフォルニア州、ニューウェルにあった。また、戦争捕虜収容所である、キャンプホワイトの司所は、カリフォルニア州、トゥールレークの町に近いオレゴン州、カリフォルニア州宗教にあった。1945年5月、クラマスフォールズの東約30マイル、オレゴン州部来の近くで、日本軍の風船爆弾によって教会に行っていた、女性一人と、 子供5人が殺された。これは大戦中に日本軍がアメリカ合衆国本土に及ぼした唯一の損失だと言われている。20世紀前半の数十年間はクラマス軍で鉄道を利用した木材の伐採搬出が後半に行われた。1909年にサザンパシフィック輸送会社の線が通り、クラマスフォールズは人口数百人から数千人にまで、 急速に成長した。多くの製材所が、モみや、松材を製材し、その繁栄は1980年代に、西アメリカフクロウなど、絶滅危惧種の存在が、西部の林業政策を変えさせるようになるまで続いた。1993年9月20日、地震がクラマスフォールズを襲った。中心街の群長者や、元、セイクリッド、 ハートアカデミーコンベントなど多くの建物が全半壊した。この地震に起因する死者は2人だった。1909年のクラマスフォールズアッパークラマス湖のカヌートレール、ポンデローサマツヤ公用したアメリカ山ならしが見える2001年、裁判所が絶滅危惧司法の規定により4月6日にクラマスプロジェクトの灌溉用水を遮断させるという裁定を 下して、全国紙のヘッドラインを飾った。ロスト側のサッカーや、ショートノーズサッカーが1988年の、連邦政府が発行する絶滅危惧種リストに載せられ、2001年には、干ばつが襲って、科学者の会議がこれ以上農業用に水を使えば、アッパークラマス湖に住むこれらの種や、クラマス川に産農夫や市民からの多くの抗議の声が2001年5月7日に、 クラマスフォールズのメインストリートでのバケットブリゲードにまで高まった。この行事には農夫、牧場主、市民及び政治家合わせて1万8000人が出席した。このように広く行き渡った批判によって2002年初期に新しい計画が策定され農場への灌溉用水供給が再開された。二千二年にクラマス川とトリニティ川の水量が低下し、これに 高温も手伝って少なくとも3万3000匹の鮭が死滅した。鮭の個体数が減少したために地域での漁業が中止され、漁師にはその損失を埋め合わせるために6000万ドル以上の災害援助金が与えられた。トリニティ川の水流の90%はカリフォルニア州の農業に割り当てられている。米国科学アカデミーが二千三年十月二十二日に発行した。 報告書によれば、灌え用水を制限することは絶滅危惧種を救うことがあってもわずかな効果であり、個体数には逆効果である可能性があるとしている。対立する報告書が、米国科学アカデミーの報告書を批判している。チロクインダムが壊されて、サッカーの産卵環境が改善されてきた。クラマスフォールズは、 北緯42度13分24秒整形121度46分39秒、北緯42.22333度整形121.77750度、42.22333-121.77750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は18.7平方マイルであり、このうち陸地は17.9平方マイル。 水域は0.9平方マイルで、水域率は4.54%である。標高は4099フィートである。クラマスホールズは高地砂漠の景観の中にある。町の古い部分は自然の温泉の上にある。その温泉水は主に中心街の家屋や通りの暖房に利用されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 クラマス郡庁舎クラマスホールズはオレゴン州憲法に規定される自治都市であり、1972年に現在の市民憲章が採択されて以来、市政委員会、シティマネジャー方式を採用している。市政委員会は無党派によるものであり、5人の委員が5つの選挙区からそれぞれ選ばれている。任期は4年間であり、2年ごとに2人、または3人が改選されている。 市長も無党派であり、任期は4年間、市政委員会のすべての会合を主催している。市長は委員会を指定し、少なくとも4人の市政委員の賛成で通過しなかった条例には拒否権を発動でき、市政委員会の決議が賛否同数の場合は、決着票を投ずることができる。シティマネージャーが市の管理部門の長である。市政委員会に指名され、 市政委員会が望むならば任期は無期限である。市販時と試験時間も同様に指名されている。現市長トッドケルストロームは1992年以来現職であり、現在は5期目である。現、シティマネージャーはリック・ウィットロックである。オレゴン州議会上院でクラマス・フォールズ氏は第28選挙区に属し、会員では第56選挙区に属している。 2011年時点でどちらも共和党議員が務めている。アメリカ合衆国会員ではオレゴン州第2選挙区局に属し、クック投票動向指数は共和党プラス10になっている。2011年時点でやはり共和党議員が務めている。地域最大の雇用主はスカイレークス医療センターであり、続いてクラマスフォールズ市教育学区がある。 その他主要な雇用紙としては、ジェルドウェン、コリンズプロダクツ、コロンビア林業製品、ニューコープ、アクアグラス、クラマス軍教育学区及びオレゴン工科大学がある。クラマスポールズではオレゴン州空軍の第173戦闘機隊がキングスレイ空軍基地に駐屯している。270航空管制大隊がキングスレイオレゴン州空軍基地にあり、 オレゴン州軍第186不評連隊第1、大隊 B 中隊もこの基地を本拠地にしている。クラマスホールズは地熱資源がある地域として知られた場所にある。1900年代初期より直接地熱暖房に使われてきた。中心街の暖房システムは1981年に作られ、1982年に拡張された。この計画には民衆の反対があった。 多くの家庭は私有の地熱井戸で暖房されており、家屋所有者は市が推進するシステムが地下水レベルを下げるか温度を下げるのではないかと心配した。耐水層の調査が行われたのでシステムの運転は1984年まで延期された。定格の試験運転でも私有の井戸には影響しないことが示された。その後排水管に多くの欠陥が発見されて、 1986年には再度停止された。排水管の再構築は1991年に完成し、運転が再開された。それ以来システムの拡張が続き、オレゴン工科大学によれば、損益分岐点に近づいているとのことである。このシステムは、家庭、私立学校、温室、政府ビルと商業ビル、速道や道路の融雪システム、 および排水処理設備のプロセス用熱源に使われている。クラマスフォールズ市と周辺地域の公共教育はクラマス軍教育学区及びクラマスフォールズ市教育学区が管轄している。クラマスフォールズ中心街アッパークラマスコナンガンにある大駅軍人記念公園クラマスフォールズでは冬も夏も多くのアウトドア活動の機会がある。近くにあるラニングワイランチリゾートには アーノルド・パーマーが設計したゴルフ場、アイススケート場、ジョーバーコース及び太平洋岸北西部最大の自然湖であるアッパークラマス湖の景観がある。ロッキーポイントの野生生物保護区にはカヌーのコースもある。オークル &E ウッズライン修立歩道はオレゴン州でも最長の修立公園である廃線跡を利用したトレールである。 オークル &E ・イーウッズライン終立歩道に沿ってあり、ワイヤード記念公園レクリエーションチックが運営する、ワイヤード公園は5月1日から10月1日までの、夜明けから日没まで公開されている。中心街のエワウナコガンに沿って、大駅軍人記念公園もある。クラマスホールズは、太平洋の渡り鳥飛行コースに位置しており、1年間を通じて、水鳥や、猛禽類を見ることができる。 クラマスフォールズの西10マイル、ケノに近いベアバレーの冬には数多い白桃はし、夏にはアメリカシロペリカンを大量に見ることができる。クレーターレイク国立公園はクラマスフォールズの北50マイル880キロメートルにあり、湖の縁をめぐる33マイルのコースは自転車、愛好家に人気がある。公園内での冬のクロスカントリースキーやスノーシュー歩行も人気がある。 標高差1マイル以上のクレーターレイクマラソンは年中行事になっている。ラバベッ国立保護区はクラマスフォールズの南東約30マイル、カリフォルニア州トゥールレイクの近くにある。溶岩道が集中しており、優れた探検の機会を提供している。この地は1873年のモードック戦争が起こった場所でもあり、主戦場が残っている。マウンテンレイクス原生地は、 アメリカ合衆国でも最初に、原生地に指定された地域の一つであり、クラマスフォールズのすぐ西にあって、原始のままの山岳湖で、ハイキングや釣りが楽しめる。クラマスフォールズ駅に停車するアムトラックの、コーストスターライト列車全国的な旅客列車を運行するアムトラックの駅がクラマスフォールズにあり、毎日ワシントン州シアトルとカリフォルニア州。 ロサンゼルスを結ぶコーストスターライトが往復している。地域交通のバス定期便はベースントランジットサービスが運行している。この団体は選挙で選ばれた委員会のある特別サービス団体である。クラマスフォールズ中心部の南約6マイルにはクラマスフォールズ空港がある。クラマスフォールズ市は国際姉妹都市協会に指定される一組の姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。